ここからまたさらにこの時代の流れに合わせて新しくやっていきたいことっていうのは終わりなんですか？あのね、海外についてはこう考えてるの。つまりハンデがないと、まあ、日本のだけだと、日本って一つのこう枠を設定しちゃうところなんでしょう。ところがそうじゃない世界があるわけね、日本国外は、はい、その思いがすごいとかね、意欲がすごいとか、じゃあやってみろとか、こういうこういわゆるチャンスを与えてくれるものがあるんですよ。でそういう意味では我々が介護で出るというのをまさにそれがあるからこそ受け入れてくれて、他うまくいかないかもしれないようにうまくいってるなと言っていただけるような状況があると思うのね、はい、だからそういう意味では日本というバックボーンは強いんですよ、ね、細かいことを日本の中でああだこうだってことは別として、日本が持ってる技術立国だとかサービスだとかってことは強いわけですよ、はい、バックボーンとして。そのバックボーンを持ってるのが我々だから、でそれで向こうはチャレンジングなものを受け入れてくるわけだよね、うん、ということは今介護で出て、まあ大体7つの拠点構えたわけですよね、はい、他にミャンマーとかね含めると。でその拠点を作るっていうことは我々にとっては、まあ、たまたま受けていただいたから普通のことだと思ったんだけども、案外難しいってことを客観的には理解したわけ、うん、つまりそこに拠点を構えることが、はい、このような仕事で、はい、ではここを拠点として日本のをバックボーンとするもの何か持っていけないか、つまり言い方を変えると介護だけじゃなくて介護サービスを切り口として入るというのが今後の展開方針なんだ、うん、中国の成都というところに行ったんだけど、そこでスタートしたのが今も始まりました、はい、デンタルクリニック。あ、はい、うん、歯ですか。そうです。これを今、はい、中国で展開するんです、はい、成都のパートナーと。そこで、展開する第1号がこの間スタートしたばかりです、はい、でこれはその今の考え方、つまり、日本は今お医者さん1人に1200人なんですって、はい、お客さんの数がね、はい、だから中国は今2万人なんですよ、一人に。それだけお医者さんが少ない、はい、で成都という大都市でも8000人に1人のお医者さんということになるとお客さんが多いってこと ね、 そうですね。で裏返すと日本は大変なわけですよ、うん、大変なってことは技術の研鑽とそれからサービスを上げないと来ない。そうですね、うん、でそこによってこうアップグレードが上がる、うん、クオリティが。だからその高いクオリティを持ってきましょうという構図が成り立つでしょ。なるほど。つまり日本の歯医者は大変なんだと、うん、大変だからこそ素晴らしいんだと、はい、これを持ってきましょうというまだ展開余地が。もっと言えば介護は大きな海であるけれども、はい、目先だけで言うと回収のスピードは遅いんですよ、うん、日本もそうだけど、はい、でさっきのバランスじゃないけど介護だけじゃなくてその周辺のスピードの速いものと、うん、アベレージすることによって事業の成立を図ろうというのが一つであって、だ今は、デンタルだけども例えば他に何かあれば持っていくつもりです、うん、我々拠点構えてるっていうその利用出たいという、日本で素晴らしい技術を持ってるところが出る術がない、はい、じゃあ一緒に出ましょうねということもやっていくわけです、うん、そういうことを受け入れてる、受け入れてくれるその、日本をバックボーンに、ね、背景とすればものが受け出られる価値のあるものを持ってるし、また向こうもじゃあ中国でどうなの、まだ一個もやってない、でもその考え方素晴らしいからぜひやってくれ、こういう受け入れるものがあるっていうことで成立するわけです。なるほど。だから広がりますよきっと、どんどん、はい、ええ、今回の最後にですね、ええ、こちらの VTR をご覧の、視聴者の方にですね、ぜひメッセージを、望んでるその考え方としてはやはりフレキシビリティというか柔軟にね、からポジティブに、それからグローバルっていうのかな、視野を広げて、日本に限定せずにね、日本という言葉じゃなくてもその一つのことに限定せずに、やってくれるような人が一番望ましいなと思ってますね。そんなことで我々のロマンというか、これに賛同される方がいましたらね、ぜひ手を挙げてきてほしいなと思ってますんで、お願いします。これから世界の市場で活躍されることを私もぜひ応援させていただければと思います。本日はたくさんお話を聞かせていただきました、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。